おはようございます。2023年の9月の4日、本日月曜日ですから、港南駅そして西口でご挨拶運動させていただいております。現在の時刻は、朝5時46分。もう駅の方はですね、コンビニで扱われている朝食の、サンドイッチですとかおにぎりをたくさん作っていただいた、多分ですよ、ベトナムの方だと思いますが、そんな方がたくさんですね、ちょうど駅へ降り立ったところです。さて、まず最初にですね、私の方からこの9月定例会決算議会の一般質問、これがですね、9月の6日お昼前後、早ければ多分11時半ぐらいからスタートする可能性がありますが、おそらくですね、後半11時の後半12時近くからのスタートか、もしくは12時、15分とかね、それぐらいのスタート、お昼前後のスタートになると思います。主に3番手、トータルでいきますと初日、6人やりますので、7、8、9番目ですからね、2日目の3番手で、登壇をさせていただきます。よろしくお願いします。さて、今日のね SNS の話題、先週からね、いろいろなんかこう世の中には意に嫌う言葉っていっぱいありますよね。例えばスナックだとか居酒屋さんなんか行きますとね、スルメというのが、スルという言葉があまり良くないということで、当たり目という言葉を使ったりとか、それからね、僕これ知らなかったんですけど、梨ありますよね、これから美味しくなる梨、あの梨というのをご贈答品などで送る場合は、梨ですどうぞと送ってはいけないそうです。ありのみという名前で、ありのみ、なしという言葉がよくないので、ありのみという言葉で使うというふうに聞いております。それが例えば受験生に向けて、滑るなんて言葉はね、よくないですね。足元滑りやすいですから気をつけてねなんて言わずに、足元をお気をつけくださいというような言葉を出したりとかですね、こういった意味嫌う言葉を日本語というのは大変美しく表現するというのをね、先週いろいろね皆さんから勉強させました。皆さんの知っている意味嫌う言葉、どんな言葉がありますか？そしてですね、もう一つお話したいことがあったんですが忘れちゃいました。今日月曜日、週の初めです。とにかくね、今日は頑張って、お過ごしいただきたいなというふうに思っております。今日はそんなに暑くないとはいえども、やはり夏日は間違いないそうですので、水分等をしっかりとっていただいて、安全安心に一日お過ごしいただき、素敵な一日にしていただきたいと思います。では皆さん、いってらっしゃいませ。頑張ってください。